チャレンジしていこうというようなことを常に考えています。自分たちの思いの性能を調べるのに何のクリアになればこれられるのかみたいな議論をしていくとですね、できないってことはないんですよね。スポーツカーというようなキーもある中で、ネクタイから先に選ぶっていうのもありますけど、ボクサーですか。これはもっとボクサーの良さをアピールするいいチャンスだなというふうに思ったというのが体験もあります。より水平対抗の良さをですね、引き出す最大限のプロジェクトでしたので、そこにフォーカスをして重心を下げた、いわゆるスポーツ界に必要なものを手に入れて作ったっていうことになります。車の横に立っていただくと分かるんですけども、ボクサーの場合は膝よりも下にエンジンの重心が来ると思います。低いということはすごく安定してすごく機敏な動きができるということですね。それは安心で安全のドライブにつながるという最初のポテンシャルが高いということですね。ボクサーはそういう特徴を最初から持っているということですから、車の性能に対してすごくアドバンテージがあるということを理解いただければ。車両の中央に乗っているというのがすごく車のレイアウトの中では重要であり、難しいチャレンジでもあったわけですね。今回のレイアウトはエンジンを